YouTube の皆さん、こんにちは。今日はドイツ語を勉強しようと思います。今日勉強するのはすっごい必要なドイツ語なんですけど、お腹空いた、私すっげーお腹空いたので、まずお腹空いたってドイツ語って何かっていうと、ich hab Hunger. Ich hab total viel Hunger. Ich bin aufgestanden. Ich hab noch nichts gegessen. Ich habe Hunger. まあ皆さん一回振り返していきましょう。ホンガー。あとこうね、子供がこうね、イライラして、こう、早くご飯食べたい時ってあるんじゃないですか。その時はね、ビアーベン、ホンガーホンガーホンガーハーベン、ホンガーホンガーホンガーハーベン、ホンガーホンガーホンガーハーベン、ドゥース。ドゥースはここ、喉が渇いた。なので、今日皆さんに覚えてほしいフレーズとしては、まず、一つ、お腹は空いた、お腹は空いたっていうのは、ヒャベ、ホンガー。もう一回振り返します。ヒャベ、ホンガー、ヒャベ、ホンガー。覚えてますか？まだ覚えてないでしょ？じゃあもう一回皆さんと一緒に覚えていこう。ヒャベ、ホンガ、ヒャベ、ホンガ。で、こうね、当然こうね、朝起きて、今ね、お腹空いてるだけじゃなくて、喉もすげえ乾いて、めっちゃくちゃコーヒーが飲みたいのよ。なので、ヒャベ、ホンガ、ウン、ドゥースト。ドゥーストはこう、喉が乾いたみたいな意味。なので、ich habe Durst und ich möchte Kaffee trinken。Ich habe so viel Hunger! Ich habe so viel Durst! Ich möchte Kaffee trinken! まあね、カフェはね、ドイツでもね、結構コーヒー飲んでるんですよね。コーヒー、コーヒー。でもね、なぜかこうね、ドイツにはアイスコーヒーがなくて、もしドイツに行ってどうしてもアイスコーヒー飲みたかったら、もうスターバに行くしかないんですよ。スターバ以外にはアイスコーヒーがないんだけど、ドイツとこう、イタリアが近いので、すごい美味しいコーヒーのお店はね、たくさんあるので、その辺は心配しなくていいし、あとね、朝ごはんもね、すごい美味しいので、だからね、ホテルは時々朝ごはんが別料金になったりするんですけど、そうじゃなくて、街中のカフェとかで朝ごはんも食べられるので、いや、もうマジでお腹空いた。ich habe so viel Hunger. ich habe so viel Durst. もうお腹空いたので、今日はそれで動画を、おしまいにしまして、皆さん朝を食べるとか、朝を食べないとか、もう何かコメントいただけるとすごい嬉しいんで、まあ、とにかくうちは今からご飯食べに行きます。うわー